俺はあんまり気になると思うんだよな。何が気になる？ミオもプライベートからチェックじゃん。ちなみにその芸能人とかですよ。一生この世で一番好き。そう、だから言い訳なんかもう一回付き合ってないのに一番嬉しかったしてもらって。マジ？ああ、優しい。優しい。お前もガーッと。カバンチェックしよう。嫌だよ。だからお前ばっかや。みどりちゃんとかあるんじゃない？みどりちゃんとか事務員さんとかいいじゃん。事務員さすがでいいじゃん。じゃんけんぽい。うわー、女子いいな。やばい、女子いいな。これアルチュード麺じゃん。やっぱり4人で飲んでた時に急にアルコール物性が震え出しちゃう。先行予約中。プレゼントも割引もあるよあるよ。はい。はい。え、タイトルっていいんじゃないんだ。退屈な毎日をぶち壊せ。塗り替え道場ミオちゃんのプライベートチェック。イエーイ。退屈な毎日ぶち壊せ。だから楽しそうにしたらいいかな。タイトルからいいんじゃない。タイこれ向いてるよ俺、ね、めっちゃ恥ずかしいもん。タイトルコールだからやり慣れたらいいんだろうな。今日はまあくだらない企画になるかもしれないんですけど、俺はあんまり気になると思うんだよな。何が気になる？ミオのプライベートからチェックじゃん。プライベート別にないじゃん。もう全てさらけ出されてる。ないけどやっぱ俺は、まあ、その5割ぐらいは知ってるかもしれんけど、表面的にはね、内装は知らんけど、外装は分かるわけじゃん。なんとなくお前らね、聞くから。そういう意味でじゃあちょっといろいろ結構質問しましょうか。100個も質問ある結構に。まあ10個にしようか。じゃあまず軽く、翔くんのことは好きですか？好きです。どれぐらい？どれぐらい？それ難しい質問。今までの出会った男性の中でも、え、それは1番。あ、1番。え、もうダントツ。あの、リアルに会ったことある人でしょ、うん、は1番だから。芸能人とか含めたらちょっと変わってきちゃうけど。芸能人好きと一緒。お前子供か。違う、この世の男性でってなったらちょっと違ってくるじゃん。ちなみにその芸能人とかで好きなのは、え、浅井慎二郎です。浅井慎二郎、もう名前からかっこいいです。トリプル A の。あ、トリプル A は聞いた。お前が言ってたやつ。そうそうそう。あれはマジ一生この世で一番好き。そう、だからもう抱き枕なんかもう作り替えてなった。でもさ、抱き枕持ってるって馬鹿にするけど、作ってるのは本人たちで、買ってる人は何人もいるんだから。うそ。限定商品なんだよ。限定商品売れるよ。じゃあちょっと次々にしてみましょうか。あ、まあ今同棲じゃなくて結婚生活か。あ、堀川美穂だもんな。昨日初めて名前変えた、堀川美穂。おー、それになんか免許証こう、なんて名前変更するのに、役所とか行ってやらなきゃいけないじゃん。北山美穂って普通に書いてて、そしたらもう北山じゃないですかみたいな、もう結婚されてますかみたいな、してまだ婚姻届出してないんですかとか言われて、え、出しましたって言ったら、じゃあ堀川でお願いしますとか言われて。そりゃそうだお前。でさ、じゃあそんな目分からんじゃん。初めて行ったし。入籍して何しちゃった2週間ぐらい、2週間前、まあ、やっとお考えか。どう変わった？え、本当になんか同棲してるから、もともと。ああ、同棲どれぐらいしようか。半年ぐらいしか。結婚したって実感は別にないんだよ。旦那さんになったとかもないし。ああ、そうそう。ショーってね、どんな感じなの、家では。家でめちゃくちゃ面白い。どういうふうに絶対いいよ、ほんとに。お前なんか無理させてないなんか。俺もし家で本当にショーが面白かったら、疲れてるって思う。違うの、ずっと面白いわけじゃない。そのなんかずっと面白いことやってるとか言ってるとかじゃないの。なんかちょいちょいなんかふざけた返事の仕方とか、うん、なんかおちゃらけたりしてくるんだけど。例えばそんな翔さん本人にやってほしいんだけど、魅力的には。普通にテンションを聞くとか。そんな恥ずかしいことじゃないっていうから自分。だってあのミオがなんていうの、サプライズでタンプラー行った時の動画も、うん、普段の翔さんじゃなかったでしょって思うぐらい。パンツはあるでしょ。パンツ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 。いやうるさい、恥ずかしい。でもね、あれ冗談じゃないでしょ、本当に普段から。パンツはママーみたいな。毎日やるわけじゃないけど、それも、うん、でそれちょっとテンションが別に高い、ちょっと高めの時とかに、うん、そういうことやってきたりし、うん、そういうなんかおちゃらけとか好きなんだね。なんか、うん、あ、
そのパンツって言ってもって持ってこうとしてキャーって言ったのやつが、え、持ってこうとしてあるでしょって立ったらなんかミオがその見ると思ったからなんか開けてキャーとか言ってなんか扉がなんかやってんじゃん。それで嬉しいじゃ嬉しいとかじゃない、嬉しいとかじゃない嬉しいやな、嬉しいよ、おちゃらけとか今普段じゃない一面が毎日そういうことがあるよみたいな、普段な休みやな、どう思う、休みその日の気分とかによるけど、週1休みだろ基本は、基本日曜日だけど前日飲みに行くこと多いから小3、まあ、午前中はそれ寝て潰れるよ、うん、だから午後から動くってなったら、もともとここ行こうとかあそこ行こうって決まってる時もあれば、うん、今日は寝て過ごそうで夜ご飯だけ出かける時もある、ああそういうことはダラダラするみたいな、うん、どうなるかな、じゃあ、うん、彼氏あの初老から、まあ、付き合ってる間に、うん、一番嬉しかったしてもらって、これ嬉しかったわキュンきたとかでもなくて、その大きなのが別になんかこれっていうのはないんだよ、あいやちっちゃいので三代のことはね、なんか別に普段からずっとある、例えばそういうちょっと視聴者に言えそうな いいエピソードがないと、喧嘩したらってあーって道路に出てって俺は知りませんって言ったとか、なんかそれなんかよく芸能人が言ってない、それだけ1回目のあドラマなんだって、ドラマの何があるか、じゃあでも基本道は道路側を歩いてくれるとか、車が走ってる側を、そうそう歩道を歩いてくれる、まこちけん、そんななんか、いや来たよあいつ、そういうわざとらしい感じじゃない、もう自然的にそうなってる、あ絶対道路側歩くて、みよちゃん危ないからこっち行けよ、そういうこと言うわけでもない、自然と、そうそう自然ともう外にいる、あこいつ自然とやってんだそれをって感じてんだ、そう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 、へえ、そういうこと、楽しいんだよ、楽しい、人の恋愛聞いて楽しんでるな、あなるほどね、でもそういうのって多分女の人ってポイント高いと思うんだよね、ちょっと危ねえから内側歩けよみたいな、そういう人は無理じゃない、そういう人は冷めちゃうから、あ内側行きなみたいな、なんかわざとらしいのは冷めちゃうんだけど、自然的にそういう出る些細な優しさって結構記憶にも残るし、へえ、意外と女子って見てるから勉強した方がいい、勉強した方がいい、俺さりげなくできない、それふざけてしか言えないでしょ、気づかなさそうなの気づかなさそう、全然気づかない、そんなハッて普通に黙って歩いてそうなの、しゃべりながら何だ俺わーって前歩いてるあとはあとはあいつの先生もう一個ぐらい聞きたいな、じゃあテレコ感が爆上がりやない、爆上がりっすよご飯とか外食行くじゃん、うん、2人でね、2人だけどみんなで、2人の時は別にいいんだけど、みんなで行く時にさ、やっぱみんなが取るものとかちょっと取りに行けないじゃん、足ご飯とかもちょっと気使うし、うんうん、なんか翔さんの友達とかもちょっと自分からちょっと先輩みたいな取りに行くのちょっと苦手なんだけど、うん、そうすると翔さんもなんか何も言わず、なんていうの、もう最初からミオの分を入れてくれて、マジで優しいのできる男やできるよあいつ、はい、パパーって2つバーッと取ったらもうはいって、そうそう、なんかミオの分鍋とかだったらミオの分取っておいてくれるし、うん、なんか串物とかだったら食べるみたいな感じで聞いて取ってくれたり、マジする優しい優しい、これ全部カット、俺できんから俺自分だけ食べてる、そうもないよ俺はどうよみたいな、どうよって言えば、ね、取りづらいかなっていうのは俺気づくから、男の子も結構言ってるよ、お前食べろよとか言葉ででしょ、お前食べろよみたいな、そういうの言われても取りづらさもこっちはあるんですよあ、そう、じゃあ取りたい食べたいってなってるけど、だからちょっと隙を狙ってとかになっちゃうんだよ、まだ足ご飯にもまだちょっと気使うから、うん、足ご飯とご飯行ってもちょっと取るのはちょっと遠慮ではないけど、調査が取ってくれるから、結構そういうとこあるな、いや分かんない、そのなんかみんなが食べに来て、やっぱ食事さん疲れてまで集まったから、ちょっとミオが取りづらいっていうのがある、シャシャってあんまりパッパッパッと、逆にみんなで取るミオホイホイホイってやばい女じゃん、別に全然いいでしょ、はい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 、どんどん食べろやばいおじさんやなんで普通じゃない、何すか、何すか、はいはい、おじさん、あんたけるよ、めっちゃうるさいわ、楽しいな、でもはいはいはい、でもはいはい食べれるよ、じゃあ逆に食べづらいな、注目がないな、うわー、ほんと、めっちゃいいやつだね、あいつ結構優しいんだな、あいつだいぶ優しい、ちょっと上げすぎない、ちょっと悪いところよね、これで一番ムカついたこと、悪いところ、あ、もう喧嘩したら話聞かない、
喧嘩した時話聞かない。で、例えば。で、電話とかで喧嘩になってくるじゃん。もう電話切ってて、そっから電話出ないとか。いてるわ、そういうやつ。いてる。いてるよ、それ俺。こっちから、こっちからしたら、でも喧嘩になっちゃってるわけですよ。喧嘩になる前に喧嘩になるなと思ったから切ったとかだったらまだしも。喧嘩と怒られてるってことは別だよ。男はさ、怒られてるって言ってると思う。男ってそうなんだよ。あのこれ本当に NHK、ちょっとこれ1分だけちょっとしゃしゃべりさ、尺切りする。これ NHK で本当に言ってたんだけど、女は、ね、怒ってんだよ、うん。あんたさ、こうだよね。毎日こうだよね。靴下つけないでおいてさ、ご飯食べるのも汚いしさ。だから私ってこうなんだよねって。だからあなたもそうでしょみたいな言ってるじゃん。男って黙ってる。あのね、それは俺はあるね、すごい脳波調べたら女の人って怒ってないよ。だから喧嘩してるっていうのは多分怒ってないよね。会話なんだろうね。でも男っていうのはもう責められてるんだから、だからもうブワーってアドレナリンが出てきてるでしょ。だから女の人もそれを気づいてあげてほしい。男の人もそれを気づいた方がいいわけじゃん。女の人ってもうわーわー言うと俺も黙るんだよ。それは何言っても言えなくて勝てないから、だから戦いになっちゃう。喧嘩じゃないんだよね。責められてる。しかもまあちょっと悪いことをやったって気持ちもあるわけだから。だってそれでこっちが我慢しろっていうのはちょっとじゃあストレス溜めるってこと。我慢しろとかじゃなくて、だから言い方なんだよ。優しく言ってあげると。で、男は本当にで攻撃されてると思ってるから、電話出ないんじゃなくて、俺も喋ることがなくなるっていうか。そうそう、逃げるんだって。そうそう、逃げちゃう。逃げちゃうの。でもカーッとなりたくないし、だからもう今喋るときじゃねえな。それ言ってくるの。もう冷静になってから喋ろうとか言って。多分最初は冷静に始まるんだよ、うちら。最初はバーンってなるんじゃなくて、うん、冷静にけどお互いの言い方とかに、うん、最後ヒートアップして。うん、で男のヒート、あ、これはヒートアップしたんだなって思うんじゃない。女の人がヒートアップしたらわーっていう。で男の人っていうのは、あ、もう黙ってるから相当イライラしてるわっていうふうに、あ、もう言うのはあっさりしようって、こんなもう黙ったらもうあっさりしようとかしてるとちょっといいって。まあ、そうやって言われる前に気をつけてくれたら一番いいんですけど。はいどうもー、この悪いリオちゃんの性格、はい、チェックやから、はい、なんかこれってないな、なんていうのがないな。そんなだって別にどうでもどうですか、私のプライベート別に。かまちゃんどうしようか。嫌だよ。よくやってますね、YouTuber。 よくあるじゃん、やろう。いや、いいや、いいや。どこにあるのかも。ちょっと持ってこい。どこやろ、お前つけるのに会いたいってつけるのに会いたいって持ってこい、持ってこい。いや、悪いですわ、本当に。ああやってこういう時だけでなんか協力的に。変わった。はい、どうも俺が出すわ。俺が出すわ。何もないですって本当に。マジ何もない。いいですけど、ガチ何も、その何て言うの、これ女の子のカバンチック話よりも別に面白くないカバンが。ほんまに別に何もないカバン。めちゃくちゃ戦うぞ。お菓子しか入ってないから。いい許可出した。いや、なんか俺めちゃくちゃ悪いかもしれないわ。なんかお菓子しか入ってないです。自分で出すよ、ちょっと自分で出すよ、お前出すよ。なんか今一回頑張って出すか。いい、出してやる。でも別にいいんですけど、めっちゃ恥ずかしいよ。人生初だよ、人の顔もチェックするの。どういう恥ずかしいの。まず気になるこれだね。お前ほんとに仕事。じゃあなんかお昼ずれたりしてちょっとお腹すくじゃないですか。小腹よ。ああ、小腹よね。うん、そうそう、まあ車のバギー、はい、車のバギーは一応プライバシーみたいなので闇とかあるか。お前お菓子ばっかや。やば。ちょまずお菓子だぞ。お菓子じゃない。しかもいちご好きなんだよ。梅といちごしかないっていう。出す。あ、これとね。これ財布ね。おお、結構いいやと思ってるじゃん。はい。これ何？これ何？ブランド？トリバチ。トリバチ？若者の女性大好きですよ。若者じゃないですよ。結構年配の方。あ、そうなの？あ、何を隠してる？あ、女の子だ。女の子。こんなの入ってる。これ。何？あ、何これ化粧品？違う、これはリップとハンドクリームボールペン。あ、結構まだ入ってますよ。それボールペン。もうこれめちゃくちゃいいですよね。あ、モンブラン、モンブラン。聞いたことあるから、モンブラン。いや、ちょっとわかんないです。ケーキでしょ、聞いたことある。モンブラン。あ、ボールペン。ほら、何もないじゃん。一応仕事っぽいね。面白くないな。これ面白くない。これ何？え、もう以上ですか？これ何も入ってない。それ、こうやって横にスライドなんだけど。そうそう、薬とか入れてたんだけど。あ、そういうのかな。もう今飲んでないから。おい、売ってんの？うん、大阪に行ってるよ。それいいよ。会社の鍵って入ってる。なんか会社の鍵とカードが入ってる。ああ、そういうことか。あ、セコムとか。そうそう。なるほど。また会社入ってるじゃん。もう、カスもチャリとるだけじゃん。あ、こういうのとか。
おお、女の子、女の子。ショーに来られ？何が怒られる？ティッシュと。ティッシュとウェットティッシュ。おお、仕事できるな。これね。それリップとか目薬とか。いや、女の子っぽいね。やっぱ21歳。21歳。はい。だからほら、何もない、別にいいですよ。目薬とか書いてない。何も入ってない。リップと目薬。リップだから、僕何？あ、何も。やだ、気持ち悪いの使えない。新しいの買ってきたからもうそれはない。何もない、本当に。もう持参金だったけど、ね、そうか、何もないな。もうちょっとなんか欲しいな。欲しいっすよ。だから言ってみれば何もしまいますわ、私。おじさんなんか結構見たけど。だから何もない。緑ちゃんとかあるんじゃない？緑ちゃんとか事務員さんとかいいじゃん。事務員さすがにいいんだよ。だってそこから言っただろ、YouTube ワーク以外の人。違う、これやったら、俺刺されるのか。いや、大丈夫。事務員さん意外と顔出ししなかったら OK だから。すいません、事務員さん三方、カバンチェックお願いします。チキチッ。緑ちゃんはいないですか？あ、無視してるんですか？お願いします。あ、いたの。あれが来た。え、行ってくるわ。ちょっと一回また戻っとこう。あ、ちょっと続き後でやるわ。お客さん来た。はい、集合です。お願いします。はい、待ってます。皆さん、先ほどすいませんでした。ご協力のほどよろしくお願いいたします。事務員さんに手伝ってもらってください。手帳つけたりし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 たり。私もやられたんですから。はい、事務員さんじゃめっちゃ好きする人やん。やりにくそうだ。逆にやりにくそう。いつもありがとうございます。空気重いなこれ。俺が考えに行きしないから。違いますよ、私が言っただけで。自分で声かけれないからミオに言ってって頼っただけで。だから実際はここが元ですよ。私もやられない。顔出しできないから。あ、まず、まあ、緑が来る。え、最後の方がいいか。挙手して。あ、なるほどね。せーので言うか。あ、じゃあせーので言うか。1か2か。じゃあこれ自分でこれさって手あげようか。まあ後ろ向きならこうでしょうか。せーの、1番がいいか、2番がいいか、3番がいいか。指でこうやってやるってこと。さっきなんか、だってケーキ選ぶからなんか言ったでしょ。違う、それ言葉でやってから。言葉でやってから、一番。せーので一番食べたいって言ったでしょ。いつもお昼そんなでしょ、せーの、ミリミリイエーとか言ってたから。すごい。バカにしたんだよ。待って、お前らこいつらどうしたの。バカにしたんだよ。バカにしたんだよ。相手 T さんじゃんけんの相手。ちょっと休憩したもんね。その休憩の間になんか抜いてない。やりました、やりました。ちょっとやってこい。ちょっとしゃべりました。 A さんが一番逆転あるから。 A さんが一番逆転あるから。じゃあ、じゃあ最初はグーじゃんけんポジションで、勝った方が勝った方が2番ね。で、後ろ向きにやるから。あ、もう見えよ、これ見えよ。ここでやったり上向いてね。上でこうやってさ、視聴者に分かるよね。せーの、最初はグー、じゃんけんぽい。うわやばい。うわ、女子いいなぁ。ちゃんと女子いるね。あ、じゃあせーの、あいこでしょい。じゃあ A さんが、うん、おどこぎじゃんけんだから3番だね。なんで？あれ？あれ？すごい顔がすごかった今。じゃあ1番、2番、3番ね。はい、じゃあ1番の、ね、1番、まあちょっと俺ちょっとやっぱさすがにね、人の顔が。じゃあ自分で出すときに何、ミオが出すの。やばい、お願いします。女子だよ、女子だ。え、これいいですか。そこもまあ面白くします。スポーティーだわ。スポーティーだわ。したよ、財布でいいよ。ぐちゃぐちゃに入ってるってこと。ああ、そうそうそう。これ普通、まあ財布普通の財布、いい財布使ってる。これ、おぉ、グッチパンパン、おいでなんでいいよ、これ。なんでいいよ、モザイクかけるでいいよ。やらしいぞ、やらしいぞ。俺も、やらしいぞ。いけ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 。
レシートが恥ずかしいんだ。あ、行動バレるから。ここまで見られるともう顔がきつくなる。視聴者の皆さん、あくまでも YouTuber じゃないからね。見る人は分かるんだから。昔、元 YouTuber。 ちゃんとエコバッグ。おお、歯磨き、最近歯磨きしよう。おお、やるね、やるね。うんうんうん。もうゴールデンクロス。あれ、女子が全然聞いて。あ、練習ね。あ、練習会で。これ全部出していいですか、本当に。これはまあ女性品。これ何です。あ、ローリエ。これはなんか洗面持ちを。はい、ミディ。いい、ミディ。めちゃくちゃ叩かれそうだ。あ。すごい、まあまあ内容はあれだよ、パラパラとか、なんかちょっと、うん、すごいなんか名刺、あ、名刺、うん、これなんかロックンローラー、ロックンローラー、ロックンローラー、やり方どうでも第一回です、びっくりした、俺コンドームな思った、調子だねと思って、調子だね、変わってないからね、でも、あ、疲れよ、心が言ってないんだ、はい、最近言ってる。記念にってお前カバンに入れとくもんじゃないから。記念にって言うから家とかに飾ってあるから、お前こんなくしゃくしゃに折ってお前カバンの中にね、いや記念にしてますみたいな。絶対そうでしょお前。あとティッシュ、ティッシュね、ボールペン、 あとリップとか、うん、これは仕事よ、うん、まあ通勤用みたいな感じか、うん、まあ、ジムが基本的に、うん、これめっちゃいいじゃないですか、うん、私もこれ使ってる、最近顔の化粧のなんか顔にいいんです。あ、化粧水、化粧水じゃない、化粧水みたいな、だってミストみたいな、うん、眉毛描こうとしてます。何描いてる。あ、ちょっとそうそう、さっき言ってたやつやろ、誰に誰にみたいな言ってたし。違う違う、それは違う違う、それは美容の絶対見せないですよね。自分で言ったんですよ。誰にって言われる、ね、私が言ってるじゃん、どうやりながら言ってますよ。誰に言われる、言いづらいわ。何だ、何だ、違う、なんかよく友達とかに言われるんですよね、よくとか友達に言われたことがあるのが、自分で言ってないよ、でも言えたらしい。自分で言えよお前。そんなじゃあだってこれ私何回か聞いてますよね。ああ、この後ろ姿で、いや眉毛と目でしょ、え、マスクしてる、ミスク取ってちょっとミスクでミスクミスク、あー、なるほどね。私が言ってたんじゃないですか。だけどこっちはきつで、それを優しくした感じが、なんかオブラートにした感じとか、黒木メイさんってめちゃめちゃきつそうじゃん。あ、なるほど、こんな感じですね。もうやろう、はい、あとかけたんだ、ディバがやった、顔もがっかりになってきたよ。誰にの2番の方ですか。誰に、誰にだって言ってた。え、じゃあそれは私が言ったわけじゃない、それはなんか前から話してる、どの巻きやん。あ、ちょっとマスク取って、ちょっとそれは恥ずかしいです。いや、めっちゃ顔がそれが嫌だよね。でも評判いいよね、みんな結構可愛いもん。あ、芝藩だけじゃない、外部の人は請求書とか持ってきてないじゃん、可愛いって。だからわざわざ芝藩の翔さんとかに電話してる。見てるよ、メイさんだよ。いや、でも分かられてないんですよ。分かられてない。いじれとるよな、おいとか言って。いじられキャラだよ。いじられキャラ、なんかもう可愛い系キャラ、まだなんかそこまで、なんていうキャラを深まってない。来たわ、深まってない。だからなんか、なんていうの、おちょくっていいのかも分かってない。おちょくっていいのかも。の対応なんです。え、こっちにはなんか可愛いから優しい対応みたいなね。お前今日嫌いですね。違う違う、嫌いだね。めっちゃ入りました。岡部さんはご飯行きたいとずっと見るって言ってます。だって会社でしょ。はい、話しようでしょ。だってもう分かるの、すぐ分かる。あんまり尽くさんとか、もう昼とかになっても絶対すぐ消えてるでしょ。いや、もう消えてないでしょ。シュッ消えてるでしょ。そんなそんな、いや、コソコソしてるから。さあ、ちょっと行こうか、いい。もうね、もうここ二人はちょっと俺行きづらいわ。何も入ってなさすぎて。え、いいですか、ね、調整入れたら。え、自分で出します。彼氏から車やな。彼氏から車やな。でも私、かわいらしいポーズ。ああ、かわいらしい。俺これ聞いたもん。もう、これどうでいいか。言ってる、あなたの人はめちゃくちゃおかしいと思う。いや違う、俺が持ったら俺が持ったら可愛いね、どこのデータで神様だと思う。俺が持ったら普通にバケツ持っとるの感じになるから。ちゃんとでも僕はいいじゃん、見たい見たい。じゃあ中身ちょっと拝見させて、ま、マジ女子、あーめっちゃいい女子、ほら女子、あちょっとモテそうな感じの女が、ちょっと女してる感じなんですね。携帯携帯、あ、なんかすごいもう化粧品携帯の待ち受けみたいな、待ち受け、それ最後にしよう。ああ、全員のね、うん、
恥ずかしい。普通なんか、そう性格で、なんか、すごいなこれ、また同じメーカーじゃん。これ何、それ何、匂いの香水じゃない。香水、うわー、女子いいね。どうつけるの。いや、もうなんかね、必ずキューって男に会うじゃないですか。そういう面白い、後藤真希さんと会わないといけないですよ。社長より後藤真希さんと会わないといけない。リップ。あー、何色か見せようよ、視聴者、いい？これ開けてみようよ。汚いかもしれない。ちょっと、それも含めて。本人に開けてもらう。なんか口につけるやつだから。俺つけるか。気持ち悪い、ちょっと渡さない方がいいですよ。あ、そっちのやつ、うん、あ、ピンク系の、あ、そういうタイプだ。化粧落とし、なんでそこ、何をやったの。あ、化粧落としってことは何かあるよね。ないです、ないです。お泊まり、これこれだけの泊まりいけんでしょ。あ、そうか、だって化粧落としあるってことだってさ。でも、なんかのタイミングで買ってずっといるパン。あ、そういう意味で、へぇ、すごい、なんかこのなんかプラダみたいな、そう、こんな可愛らしい、なんかリップとか、なんでかな。これなんか粉、あの油が浸っちゃうんで、そういうの会社にいるだけでもね。マジで、だからミオとかミドリちゃん女子力がなさすぎるから、それ。あ、そういうの、あ、女子だよね。で、うちらはまあいいかみたいな感じで。マキちゃん、マキちゃん、あれ。あとマキちゃん、あとは鍵しかも入ってない。あ、本当。これだいぶちょっとメンテナンスレーダーだな、これ。これが1時間ちょっと仕事で抜けとかあるね。これ戻しながら1とかありますか。綺麗だわ、なんかゴミとかレシートとか入ってないもん。ありがとうございました。さあ、大鳥、最後何でしたっけ。何に似てるって。何に似てるって言ったっけ。だって俺は AKB よりあっち派みたいな。乃木坂派。いやでもなんかセンスの系だよ。合ってるけど、なんか乃木坂ってちょっと AKB と比べてギャル姉さんとちょっと清楚系の可愛い系とちょっと違くない。そうそうそう、なんか体育会系。ちょっと、でもおちょこちょい系かい、俺はなんかギャル姉さんなんだっけ。ギャル姉さん、いくつだ。え、何歳。7。ね、でも秘密ですよね、女子で。3人超えてる。超えてます。え、そうですよ、見えないんですけど。そうだと思ったの。そんないくつ。私こそ見えないんだ。うちは上下。そんな年じゃないじゃん、だって今は30から。いや、もう一瞬は30から。でも私たちもお姉ちゃんって呼んでる。でも、見えなくて、え、そう、そう、見えない。じゃあ結婚してるね。結婚してる。独身です。僕ね、まあ、YouTuber もじゃなくて、いじれ、俺も。いじれ、返しがあるからね。返しがあるってことは、幸せハッピーだから。幸せハッピーだから。じゃあ何に似てるか結局聞いてないから、何に似てたって。あ、何に似てる。生まれるのは、あ、さっき言ったよね。ミコちゃん。あ、ミコちゃんっていうのは何だったの、名前。アナウンサーの。あー、でも、じゃあ俺分かる思うよ。でもマスクしてる時はめっちゃ似てるかも。似てますね。いや、目は本当に近い。うん、マジ、まあまあ近い。ちょ、顔全体知ってるかな。でも俺さ、このミトワナってなんか裏がありそうな目してるけど、そういう目じゃない。本当になんか純粋そう。違うぞ。いやマジで。いやいや、なんか裏を見る顔じゃない。いや、そういうなんか悪い裏とかじゃない。こんなおしとやかじゃないよっていうのが言ったら。悪い裏を見るとか言ってたから。でも、Tさんもなんかいじるし、いじられたから。ミトワナ。ミトワナ。ミトワナ。で、なんか純粋な感じじゃないですよね。本当になんか猫かぶってますよ。一番顔とってます。一番ですよ。一番いつも言うのに。ちょっと違うね。あのキャラ出してください。寄せ切り。でもだってさ、なんだトリマーでしょ、元。でも、いやトリマー。あ、ミトさんが。ミトさん。ミトさんが。でもトリマーっぽい。本当になんかいい人っていうね。ペットショップみたいな。ペットショップみたいな。イプロン着てるね。イソーだわー。お前めっちゃ盛り上がった。イソー。はい、じゃあ行きましょう。自分で出します。いや、ちょっとミオこれなんか財産感じてくるんだよ。なんだよ。カバンは普通にシンプルで。だいぶ抜いたね。あ、ここには鍵が入ってる。なんだおるしね。あ、でもなんか見て、ちゃんとなんか怖くんだし。あー、でもっぽいわ。後藤真希ちゃんそれでやらなさそう。結構ね、なんか一番なさそうでしょ、見てみて。緑なんか、なんか、貴重面そうじゃん。いや、全然。
なんかめちゃめちゃこういう細かいのとか、なんかビーズすごいいいのかな。違う違う、なんか人造パズルとかやってさ、カバンに投資系女子がいるじゃないですか。でもなんかガサッとなんかけど、それ変な意味じゃないよ。そういう感じ、あのくしゃみみたいな、エクシャーエクシャーとかいつも言ってるでしょ。まあまあ汚いくしゃみするよね。全然顔に似合うくしゃみするよな。思わエクシャーって言ってるじゃん。エクシャー、ほんと大げさじゃないよ。いや、それ気になんないと思う。ちょっとやめて、好きなんだけどね。せーなんか言ってるよね。可愛いだけじゃなくて面白いでしょ。あ、面白いでしょ。まず、なんかこのコーディ。これは何なんですか。これなんかリップとか。出していいの。大丈夫。あ、いい。大丈夫ですか。タレなら入ってます。タレもなんかリップとか。ちゃんとしてる。あ、もうこれがもう、もうなんかペットのやつだ。猫。どこ使ってんの。実家で猫。あ、実家で猫ってんだ。そうだ、これ何、ね、これ高いのなんかお薬、なんか香水、なんかおまけでもらったやつ、なんなの、あのなんか下地リップみたいな感じ、ほんとかな、これな、あのハケみたいなやってんの、あ、ハケみたいなやつ、ピンクだね、ハケみたいになってる、これ何、粒だぜ、カブでしょ、これこれなんか、カブ、これアルチュードメントじゃん、やっぱりだからこの前、だからこの前なんか、いやなんか後々分かったのは、結局は基本ちょっと手が震えるみたいな、あるじゃん、アルチューじゃなくてもちょっと力が入りづらいとかで手が震えるの分かるんだけど、普通に飲まなくてもちょっと手震える、普段から4人で飲んでた時に、なんか急にアルコール持ってが震え出しちゃうで、後藤真希さんが、え、手震えてます、大丈夫、アルチューっすかって、あ、だよ、もみちゃんが全然飲まなかったんで、飲ませようと思って、余計になるでしょ、なんか踏めたら魔王のものこうなるかと思ったら誰も上手くなるでしょ、だからアルチューじゃないってなってたんだけど、すごいいじりが流行っちゃった、あ、ほんと、へぇ、普段飲むの、家で飲みます、毎日、うん、まあほぼ毎日、そう、半分ぐらい、でも、1日2本とか、私飲む程度でみたいな、飲む、飲む、私は家では飲む、飲む、珍しいね、飲む方だった、旦那と一緒に飲むんだ、俺全然一番飲まそう、一番しょうがない、宅飲みで、やば、メロンパンで、それも言われてるよ、メロンパンで、手がパンパンして、手が上がっちゃって、旦那と二人で、はい、そう、上がったら何すんの、違う違う違う、それお酒とかで作れるようになるんで、やっぱりやすいことになるんだもん、そう、あったって、それこそ一つでしょ、自分だけで、はい、これなんていうの、でも有名ですよ、あ、そうなの、ね、あ、ちゃんとブランドみたいな、ブランド、エコバッグ、みんなするんだね、エコバッグ入ってるな、みんな次、お携帯、お携帯、あ、え、前に言われたね、歌詞めっちゃ持っとったよ、もうない、これが以上、はい、いや、もう絶対これ大綺麗にしただろ、お前、うわー、やってるな、いや、こんなのやってるよな、今日なんて急遽やられて、なんかいろんなもの出されたのに、確実にやってるよな、だ処理した、だいぶ処理した、ちなみに隠しちゃうもない、あ、でも全然何か出したとかではないですか、そう、はい、そういうのね、なんか会社写真持ち歩いたとか、ありがとうございます、旦那の写真持ち歩いたとかするんだよ、そういうの気持ち、こういうかかっただけで、まあ、なんか歯つかれたとパカッとなんか頑張るね、こうかパカッとしてるロケットみたいになるじゃん、ロケットでも携帯があるから、この時代写真とか持ち歩かなくて、あ、待ち受け最後やろ、じゃあまず待ち受け、いい出せる、携帯持ってるの、携帯名前待ち受けよ、なんでそう、当たり前だよ、お前そろそろ、お前 YouTuber の責任持ってやらんと、まあ、まず、誰が行こう、何お前、変えただろ、お前うわ、せっこい、それは変えるの、せっこいわ、あー、なんか、ちなみに俺、これちょっと技知っとるけど、これ長押しだ、これアナイムアイの話、いやー、先ほど長押し行くよー
長押し行くよちょっと消しとる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 何が出てくるかな。長押しじゃあいろいろ写真で作った一回でも作ったりするぐらいでしょ。そうそう、誰か行く。あ、2番になった。行くか行くか。これ、え、犬飼ってんの。飼ってないです。何だこれ。それ犬です。犬です。いや、想像していいですか。はい、あ、彼氏の愛犬。あー、出たー。そういう感じです。え、正解、はい、正解。うわ、嘘だか。誰かのキャラ設定がよく自分でも分かってない。分けありですよ。分けありですよ。分けありですよ。そういう感じじゃない。一つしかねえだろ、もう。分けあり、分けあり系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 。長押し行くよ。はい、全然。あ、顔はちょっとモザイク。ちょっとモザイクね。モザイク、モザイク。上位じゃん。たまたまに。色作ってる。なんか、失敗した人ですか。あ、もうそれバレるとかあんもんね。犬のやつだけ写して、思い出してんだ。ロケット代わりに。ロケット代わりに。携帯、携帯。社長に怒られたのがたまらないわと思ったけど、社長めんどくせえな、やめねえなって権力に無くしない。いいだろ、そんなこと。絶対私権力に無くしないって言ったんだ。え、僕が入るのか。いい。わー、これ自分とこ。自分とこ。実家の実家の子です。じゃあ、押しよう、押しよう。自分でやるのやっぱ一回ロックさ。しかも携帯見るときなんかおばあちゃんが口もなんかくるられて、耳もなんかくられて、いくよ、いくよ。あ、なんもない、消したな。もうずっとこれだじゃん。何いやないですよ。雑種。尺があるから。尺があるから早く。何もない。もうこいつだったら恥ずかしい。 YouTuber の前別に俺がロック感じて気になってねえか。あ、これ俺やりたいやつだ。今ホーム画面変わってできるようになったでしょ。ひょーどうしたやってんねえわやってんねえ、だいぶやってんねえこれやってません。大丈夫です。怒られるかもしれない、そんなカラオケ出すなんて。うっそ、あー、もう行ってでもう一回つけたら、あ、どんどん、あ、写真が変わっていくの。そう、これは1時間ごとにとか、ロックごとにとか変えれる。あれ、これ誰翔さんとめいっ子。あ、そういうことね。何枚設定しよう。僕は毎日、これも相手見よう。あの小さい時、うちと同じような時だからな。うん、おお、あ、これもしよう。うわー、これ好きなんだね。姉ちゃん好きなんだね。別にいいやん。もう彼氏のことに好きすぎてしょうがないじゃんね。消えました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 。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。こんな私たちだけさらけ出されてね。ジムな、それだけのもと。じゃあ、このままちょっと視聴者、まあちょっと楽しみだね。想像しておきやすい、この3人の目黒、目黒じゃん、黒木メイさ、ミトちゃんと、ミトちゃん、ミトマキと、この今喋った感じの、あの感じ、雰囲気と、この構造で性格はだって一致しないでしょ。今誰にって言われる。今誰にも言われないけど、これはやばいよ、最低よ。違う、悪いぞ。違う、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 こういうガチ系で言われることあるって、ミオいつもふざけてしか言われないんだけど、高校生の時のバイトで、バイト先でね、ミオいつもさ、髪長くてポニーテールオールバックでしててさ、仕事でね、そうそうそう、でさ、ちょっと顔もなんか濃いからハーフみたいに言われるんですよ。私はなんか、お前マジでアリアナグランデブサイクにした感じじゃないとか言われる。マジでそれを言ったら、あのバカにしたもらって先行予約中、プレゼントも割引もあるよー、あるよはい、ありがとうございます、はい、かかとりシャツ結構好評で売れてますけど、まだまだ残り5000何百着残ってますんで、ぜひ、先行予約してください。よろしくお願いします。お願いします。みんなで見てやりたい。せーの、
ありげでーす。ふざけたんかも。ご協力ありがとうございます。本当にありがとうございます。